皆さん、こんにちは。180日であなたの会社やお店の業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの菅川博之です。今日もよろしくお願いします。今日の動画ブログは、若い時の苦労は買ってでもせよというテーマでお届けいたします。今年の4月より中国占星術なるものを習い始めました。約2年間にわたって学びます。中国占星術といっても毎日の暮らしの中ではなかなか聞くことはありませんから聞き慣れない言葉かと思います。ウィキペディアによりますと、こんなことが書いてあります。中国に発祥した、監視歴をもとに、年と月と日の監視を出して人の運命を占う中国占星術。中国陰陽五行を土台とした運命学の一流派であり、伝統を継承しながら日本で学問として大成した。中国で三命という言葉は運命を算出するを意味しており、命理学全般を指す用語であり、生年月日の監視から人間の特性、運命を推し量ろうとする術を三命学と呼ぶのは日本独特の用語です、とこう書いてあります。監視とか陰陽五行などの専門用語が使われているので、ちんぷんかんぷんの人もいるかと思いますが、間違いなく中国から渡ってきたものです。要は生年月日から宿命と運命を算出する学問です。私が中国占星術を習おうと思ったきっかけは、経営者の中には運勢や生命判断を気にする人が多いからです。またそのような人を紹介してほしいと言われたこともたびたびあります。今日の本物の商売を目指すポイントです。経営者は孤独と言われますから、何かに頼りたくなるのでしょう。私もそのような一面があります。私が運勢などに興味を持ったのは今から15年前のことです。妻がある風水師に相談したことがありました。最初は全く信じていませんでしたが、妻も私もその風水師に運勢を鑑定してもらうとすごく当たっていたんです。それ以来定期的に鑑定をしてもらうようになりました。さて、経営の現場では社長の経営方針に賛同できない従業員、自らの責務を果たさない従業員、社内ルールを守れない従業員など、ネガティブなところがクローズアップされる人がいます。またどう考えても現在の職種に向いてないだろうという人もいます。よく適材適所と言いますが、適材適所ほど難しいものはありません。中国占星術では人間の性格や宿命は数限りなくあります。例えば、若い時の苦労は買ってでもせよということわざがあります。ですが、困難なことがない方が人生がうまくいく人と、困難なことがあった方が人生がうまくいく人がいるそうです。ですから、一概に苦労せよとは言えません。苦労して失敗する人もいますし、楽して失敗する人もいます。また、積極的に行動することが適している人もいますし、じっくりと守ることが適している人もいます。適しているということは、生まれて持った性格とか特性です。これは良いとか悪いとかではなく、そういう特性なのでどうしようもないということです。それを無理して直そうとすると様々な歪みが出てきます。ならば、生まれながらの性格や特性に合った人材配置というのもありだと思いました。人生には調子のいい時も悪い時もあります。そういうバイオリズムを知っていれば、事前に対処することも可能です。また、バイオリズムの落ち込んでいる時期は何をやってもうまくいきません。特に会社の命運をかけるような取り組みは、調子のいい時期を選んでやるべきです。中国占星術では、新しいことを始める時期を特に重んじます。右肩下がりの経済、パラダイムシフトなど、混迷を極める時代の経営は、一歩間違うと大惨事を招きやすいでしょう。それらを避けるためには、経営者自ら運勢を知ることも大切です。信じるか信じないかはあなた次第ですが、知っておいて損はありません。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。180日であなたの会社やお店の業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの菅川博之でした。